どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はちょっと近所の公園にですね、コーヒーを飲みに来ているんですけど、ここからすごく、いいお知らせをさせていただきたいと思います。どんなお知らせか、ドーン、アマゾンガズレレフェア開催でございます。アマゾンガズレレフェアって どういうこっちゃねんということだと思うんですけれども、ちょっとガズレレの動画でもうあちこちでずっとお伝えさせていただいているように、ガズレレの本たちですね、このね、いろいろある本、これ今年の夏で累計なんと20万部突破というね、とんでもないことになってるんですよ。これは本当はありがたい、でも素晴らしいことですね。そんだけの方がねガズレレ音楽始めてくださったと思うと本当テンション上がるんですけど、この20万部突破を記念してガズレレフェアというのを全国の書店さん、もう全国で200店舗以上ですよの書店さんで開催中です。これはですね、まあ知らない方のために言っておくと、ガズレレフェアをやってくださっている書店さんか起点さんでガズレレ本をゲットしてくださった方に、もれなく全員にミニノートブックと、抽選で3名様にウクレレが当たりますよというフェアなんですけれども、これをですね、全国で今、まあ今ねもう大盛況で開催中なんですけど、私の家の近所にガズレレフェアやってるお店がないんですという方とか、私は買い物はですねオンラインでやる派なんですよという方がいるかもしれません。そんな方に朗報なのと、あとねガズレレフェアで本をすでに買ってくださった方にも朗報なんですよね。どういうことかというと、そういうね、せっかくガズレレフェア20万部記念をやってるのにアマゾンでもやろうじゃないかというふうに出版社リットミュージックさんが動いていただいて、アマゾンで、期間中に、アマゾンガズレレフェア開催期間中に、ガズレレ本をゲットしてくださった方にアマゾンポイント 15% 還元ということでね、すごいキャンペーンなんですよ。はい、それいつから始まるかというと明日からです。9月17日から9月30日までの間2週間、開催ということなんですけど、正確に言うと今日9月16日の夜中の12時ですね。つまり9月17日にカチッと日付が変わった夜の12時の瞬間からということになります。はい、その瞬間から概要欄に貼ってある、Amazon の URL のリンクから飛んでもらうと Amazon ポイントが 15% 還元になりますからね。ちょっとね間違えちゃいけないんで、ここでね資料があると言ってきます。みんなで歌おう簡単ウクレレソングブックシリーズ累計20万部突破記念ガズレレフェア Amazon 編開催です。バチ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 嬉しい。はい、15% の Amazon ポイントプレゼントということなんですけど、例えばですね税込み1980円のガズレレ本を Amazon でこの期間内にゲットしていただくと 15% ポイントという、ポイントバックということは297円分のポイントということで、かなりねすごいです。通常だと1から3%なんでね、この期間にぜひね Amazon をご活用していただいて、ガズレレ本ゲットしてくださればいい、素晴らしいなと思います。でですね、要はガズレレフェアで最新本のソングブック6も対応になってますからね、もう買って、ノートももらったよという方も、まだ持ってないガズレレ本をゲットするいいタイミングですよ。どんな方でもですねこの、期間内にガズレレ本をゲットしてくださったら 15% のポイントバックがあるんでお得になります。ぜひ皆さんこの機会を利用しまして、まだ持ってないガズレレ本たちも Amazon でですねゲットしていただければいいんじゃないかなとおすすめいたします。はい、そして Amazon でガズレレ本ゲットしてくださった方に、もうすでにゲットしてくださってる方もこれからの方にもお願いなんですけど、レビューを書いてください。レビューっていうのは良かったよ悪かったよ、別に本当思ったままでいいですよ。で星をつけてくれたりとかすると、まだガズレレ出会ったばっかの人とかどうしようかなっていう時にすごくそれが参考になるということで、そういうのを見てですね皆さんこの本にしようっていうのを決める方も多いし、そういうのがどんどんこうレビューが高まるとですね、やっぱりこうね循環が生むと思うんですね。笑顔増やし活動の一つになっております。やっぱりねガズレレってやっぱどんどんこの楽しさを広めたいっていうね、その思いがやっぱ強いんで、ぜひ皆さんもそれにちょっと力をお貸しいただければと思います。レビューの方お願いします。そういうわけで、整理しますと、9月17日から、ガズレレフェア20万部突破記念フェア、ガズレレフェアのアマゾン編スタート 15% ポイントバックキャンペーンのお知らせでした。はい、合わせてこっちもお願いします。11月11日ガズレレの日のイベント in 名古屋寄席で開催、これまだ知らない人いるんじゃないかな、ぜひこれ、詳細概要欄に貼っておくんですけど、とんでもなく楽しいイベントになります。寄席ですよ、落語をやる寄席で開催で、もう今回のテーマはひたすらもうバカみたいに歌いまくっていこうというね、そういうコンセプトをちょっと掲げていますんで、ぜひ皆さん予定月曜日なんでですね、皆さんお仕事とかでシフトの調整とかしていただいて、名古屋の夜最高に楽しみましょう。よろしくお願いします。それでは今日はアマゾンフェアのお知らせでした。皆さんガズレで楽しんでいこう。バイバイ。